にちは。久しぶりでもないかな。コンサートの時以来だね。そうだったのね。わかるわ。先生の演奏は聴いている私たちにも強く訴えかける力があるもの。私何枚か持ってるから貸そうか？あるよ。今度持ってくるね。興味を持ってくれたなら私も嬉しいわ。ええ、実際に会うのは東京を離れて以来だったからちょっと緊張してたんだけど、変わらず優しかったわ。怖い目って、もう先生はいつも怖かったわけじゃないってば。変わったねって言われたわ。のびのび笑うようになったねって。そんなことないと思うけど、東京に比べたら内浦の方が開放的に感じるし、そのせいかも。さすがにそこまでは忘れないかな。ん？ああ、相談っていうか作曲についてアドバイスをもらえたらいいなって思ってて。そういうわけじゃないよ。ちゃんと作れるんだけど、なんというか納得いく出来になかなかならなくて、どうしてもこう違うなって思っちゃうの。なんて言えばいいのかな、アクアが歌うイメージじゃないっていうか。